で学びました。でもちょっといろいろ片付けながら配信するんですけど許してね。いいよって言って。そう1ヶ月ぶりとかだと1ヶ月以上かだったんだよ。結構疲れちゃうね。そうでもなんか2公演目結構意識なかった、意識飛んじゃってた説ある。みんな見てくれましたか？見てくれましたか？みんな。疲れた。一旦水飲む。なんか私最近癖でさ、ファンサで指ハートしちゃう。みんなに自分のファンの人見つけたらこうやってやっちゃう。片手でできるからかな、やっちゃう。もうだからちょっと今日は疲れちゃったんで本当にすぐ終わるんですけど、また近いうちゆっくりやるんで許してちょうだい、許してちょうだい。あー疲れた。鼻いじったら鼻赤くなってた。うん。待ってめっちゃくちゃ疲れたよ。あ、メールも届いた。よかった。メールも送りましたので、ぜひとも読んでください。足に来てる、うん、足に来てるとかも全体的に疲れたかも。どうでしたか今日の公演は。どうでしたか。聞かせて聞かせて。髪型可愛かったぞ。どっちが、どっちも。足は上げたんだよ頑張って。でもやっぱりそのやっぱ結局疲れちゃうっていう、疲れちゃうんです結局。結局ね、結局疲れちゃうんですよ。そう、どっちも好きだった。今ちょっとね今日帽子忘れちゃって、なんでその髪型なのって、なんかあんまり嬉しくない言い方するじゃん。嬉しくない言い方するじゃん。嬉しい。今日初めて見たんですけどめちゃくちゃ可愛くて見とれちゃいました。やったやった、嬉しい。なんかね昼公演でもそういう方がいらして DM くれて嬉しい。寝た。
夜公演の後トムさんに怒られなかったか心配。え、なんで？私なんか悪いことした？なんかしました私。トムさんに髪触るようなことしました？なんか。トムさんの中ついてた。ああ、何も言われなかったですよ。そのことに関しては。旗でじゃれてたでしょ。じゃあ別にじゃれてるんだから怒られないよ。だって怒られないじゃん別に、うん、怒られないじゃん。年齢のやつは別に何も言われてないよ。みんな心配しすぎだよ。トムさんがどんだけ心狭いと思ってんの。めちゃくちゃ心広いんだからトムさんって。めちゃくちゃ心広いんだから。いやでもなんか私今日まなみなの生誕見て、あ、なんか逆上がり公園で生誕めっちゃいいなって思った。ファンレターめちゃくちゃ良くないですか。ファンレターで生誕めちゃくちゃいいなって思っちゃった。公演にしたくなっちゃった。ちょっと、いや、みんなが実際どこがいいんですかね。めっちゃなんかごちゃごちゃしてるこの辺。ファンレターで、え、なんか今日ね、あの知ってる人いるかな、なんかまなみにゃんのその生誕祭でファンレターの時にうちわになんかファンの人一人ずつメッセージ書いて出しててめちゃくちゃ良かったんですよ。めちゃくちゃ良かった。そう、まあでも変えようと思えば変えれるんですけどね。どうしようかなっていう。めっちゃいい演出だったね、あれ。いや、日程の目の何もついてない。私は今んとこ8公演でやりたいって言ってるから8公演になると思うんですけど、でもみんなが8でいいなら8でいいんですけどさ、いいですけどさ。うーん、木体もいいけど木体はまだないかな。そんな思い出ないし、今週末だといけない。それはもう、それはね、もちろんみんなの予定合わせたいですけど一人の予定に合わせられないんで。でもこの前が B だったんですよ。だからなんか8で久しくやってないなと思って8にしたいなと思ってるんだけど、なんだろうね、もう8も私ずくだからさ。そう、2年前とか3年前が雫だったから、ちょっとまあ8人だしユニットも違うからつまんなくはないと思うけど、そう、決まったら匂わせる。え、別に匂わせするほどじゃなくない、生誕って。どうせ発表されるし。だから一旦今は雫なんですけど、でも新しい公演そろそろやりたいですね、8でって思ってます。もう
いつになるか私も分かってないんで、エイトの生誕やったとしてエイトがどれくらい溜まってるのかも分からんからさ。逆上がりは来年もやってるから分かんないですよ、私が来年いるかどうかなんて分かんないですよ。そう急に基本生誕とかの発表が遅いよね。でもいつもと変わんなくない？それはずっと一緒だよね。どうしようかな、なんか迷ってきちゃった急に。でもいっか、雫でいっか。わかんない、わかんない、わかんない、雫でいっかってなっちゃってるけど、まあ、でも今はその雫でっていう感じです。まあでも8だとなんか安定感あるかなって。そう、ケイだとちょっと緊張しちゃうねえ。男性ってさ、足の爪とか結構見てる？私今爪めっちゃハゲハゲなんだけどさ、塗ろうか迷ってて。いや、なんか塗った方が良さそう。このめっちゃハゲハゲなんだけど、見てます？足の爪って結構めっちゃ気になる。めっちゃ人による。いや塗ろうかな、気になった時に塗るべきだよね。今って感じだけど、なんかめっちゃ気になってきた。めっちゃハゲハゲネイル。でもさ、やっぱ最近夏だからさ、サンダルとか履くやん女の子って。なんかそういう時に見そう。スネイルどこやったっけ？あった。ヌルロット急に公演終わりに塗るってほぼない、ほぼ塗れてない、ほぼ取れてるっていう感じです。だから今塗ります。でも爪に色あったらさ、ちょっと可愛いなって思う。MC の時のまつげの話、ゆなちゃん可愛かった。え、私今日まつげの話なんかしたっけ？え、全然記憶にない。え、私まつげの話なんかしたっけ今日？まつげの話したっけ今日。1190日ありがとうございます。ちょっと爪だけ濡らして。え、ひめね、まつげの話って何？なんか何？
すぎの話したっけ今日。わかんない、わからない、覚えてない私。でもみんなも覚えてないってことはまつげの話してない気がするよ。めんどこなくなっちゃった。でも今日ね結構昼、もう夜、あ夜はそんなかな、昼結構間違えてたかも、映ってないといいけど、結構間違えた。てかあのこれずっと痛かったんだ、あのあれ、あのあれよ、愛の、あのセリーが今日ね K 公演初めてだったの私で、愛の色多分わかんない、劇場で見てる方はわかると思うんだけど、あのなんでもわかんないかな、愛の色ってめっちゃ最上級にセリが上がるんです、最善で。見てて分かったかな、めっちゃ上がるのね。でなんだろう、そのセリが3つあるじゃん、あの前から後ろまで 1,2,3 って3つあるんだけど、なんかその愛の色の時はその一番前、私たちが乗ってるセリしか上がってなくて、下にその2つ の, あの下がってるセリに抱きしめられたらのメンバーが準備してるって感じなのね。でそう天井ギリギリなの、私とか茂木さんとかって余計に背が高いからもう手がもう絶対当たっちゃうから上げられなくて、で愛の色の時そうだから、その後ろ2つがねもうあの下に下がってる状態なのね。そうで一番前は客席だから、なんかこの1個のセリでしか自分の体を守れないっていうか、自分が立つ場所がここしかないって思って、でまあまあ高いから、私そのジェットコースターとかの話したじゃないですか、なんかそのジェットコースターでこうなんか身が守られてるならいいけど、なんかちょっと身をほったらかして乗ってる乗り物とかってちょっとダメって話したんですけど、なんかそうその感覚になっちゃって、なんかなんだろう、自分がもし下手したら捨てって言ったら落ちちゃうわけじゃん、1個しかないから、2個だったらまだ余裕あるなって思うんだけど、1個しかなくて私ダメだって思って、ダメでした結構。愛の色の時めちゃくちゃアウトローだけなん、大サビからアウトローまでなんだけど、結構怖くてめっちゃ省エネで踊ってるんですけど、そう愛の色の大サビからラストまでは、ああいうのはちょっとセリ怖いんだなって思って見てください、これからお願いします。そうなんです。あとねフリーマネの時も私一番後ろの3セリの一番高い人なんですけど、もう手がねここがもう天井、ここが天井でもうこんだけしか伸ばせなくて、そうちょっと大変でした。まあセリアリが皆さんは見てて面白いだろうけど、私もやっぱあーセリいいなって思ったんだけど、ちょっと怖くて怖くて、愛の色の方が結構怖くてって感じです。です。そうだから結構怖くて私ダメでしたって感じです。じゃあちょっと疲れ果てちゃったんで終わりにしようかなって思います。また後日明日とか明後日とかゆっくりショールームしようかなって思うんで見てください、お願いします。ありがとう今日は。
れ様でした。ランキング読みます。13位マジックさん、12位梅こぶ茶とマークなとりどんさん、11位りょうたとマークとりももしさん、10位くにさんおっきやとマークなんばさん、9位ペロペロチーノさん、8位はぁこうたんはぁとか言っちゃった13位りょうたとマークとりももしさん、12位ボントさん、11位ペロペロチーノさん、10位クロキャンとマーク応援お疲れ様ゆっくり休んでねさん、9位ゆきさん、8位ゆきたとマークツインテうなちゃん大好きすぎるさん、7位くにさんおっきやとマークなんばさん、6位斉藤とマークあいんつさん、5位やっすんさん、4位 YK さん、3位ベアさん、2位ひるきちさん、1位イナジアとマーク生涯応援するさんです。ありがとうございました、今日の感想はツイッター755、インスタグラムの DM で待ってます。急にということで、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ、またねー。